てのエレキギタリストは必ず一度はこの曲をコピーしましょう。地味編伝説の名曲リトルウィング。皆様こんにちは、ギター講師の豊川裕也です。今回はついにですよ、伝説のギタリストの登場、地味編やります。イエイ。まさに伝説のギタリスト、ジミヘンこと、ジミ・ヘンドリックス。この人はもはやギタリスト界のゴールドロジャー。彼の登場はロック界における大革命でしたね。その後の様々なギタリストがジミヘンのスタイルに影響を受けました。特にこの曲、リトルウィングは、エレキギタリストをマジでガチで冗談抜きに絶対コピーした方がいい曲。一度コピーすると世界が変わります。なんといってもエレキギターでかっこいいコードワークを弾くための全てが詰まっています。この世の全てをそこに置いてきた。まずは一度弾いてみます。はい、こんな感じですね。エレキギターのコードワークの革命。こういう風にコード分解をダブルストップなどを駆使して綺麗に繋いだラインは、レッチリのジョン・フルシアンテや次世代のギタリストとして名高いマテウス・アサトも多大な影響を受けたそうですね。さらにあのスティービー・レイ・ボーンやジェフ・ベックもこの曲をカバーしています。それぞれ恐ろしくかっこいいですね。まさにエレキギターにおけるコードワークの究極奥義のようなこの曲。今回はリトルウィングのイントロの部分を解説しながら、こういうジミヘン風のラインの作り方を分析していきます。まさにリトルウィングというタイトル通り、自由にギターを弾くための翼をあなたに授けてくれる曲、間違いなしです。ぜひぜひ今回も最後まで楽しんでいってくださいませ。このチャンネルでは皆様のギターライフが楽しくなる動画や、上達の役に立つテクニック、名曲のギターソロを解説する動画などを上げていっております。まだチャンネル登録してないよっていう方も、ぜひこの機会にこのチャンネル登録していただき、僕と一緒に日々楽しいギターライフを過ごしていきましょう。それでは今回も張り切ってレッツゴー。まずはじめに、この曲のギターのチューニングは半音下げチューニングですが、解析では半音下げで音名を言うと大変ややこしいので、レギュラーチューニングと仮定した場合の音名とコードで解説をしていきます。固定度タイプの音感をお持ちの方、ご了承くださいませ。僕自身も固定度ですが頑張ります。そして音作りについても軽く解説をします。この曲の音の特徴は何といってもハーフトーンですね。ピックアップの音を2つ混ぜたのがハーフトーンです。僕はこのストラットタイプのサーキットのフロントとセンターのハーフトーンを使っています。音の輪郭が少しぼやけて倍音要素が増え、キラキラした音になりますね。アルペジオで使うことが多いですね。これが何と言ってもこの美しい曲の大事なポイントです。ストラットタイプのピックアップじゃなくてもいいんですが、シングルコイルのピックアップを使ったハーフトーンで弾いた方が雰囲気が出ますね。ハーフトーン普段あんまり使わないという方も多いと思いますが、この機会にぜひハーフトーンの美しさに触れてみてください。僕はちなみにこのきらびやかでぼやけた音が大好きです。天然のエフェクター感がありますね。そして歪みですが、極めてクリーンに近いクランチといった感じですね。ごく微妙に歪ませています。僕はクリーンブースターを踏んでいます。はい、こちらですね、ハオのランブル、僕のめちゃくちゃお気に入りのクリーンブースターです。ブースターを踏んだら、ギターのボリュームをマックスよりちょい下げにして、極めてクリーンに近いクランチを作っています。カッティングとかでも使える音使いですね。それでは曲の解説いきます。最初のセクションから弾いてみます。はい、まずここまでいきましょう。最初4拍目からスタートですね。 1,2,3 こういう風にスタートをします。 Em のこの形、中指で6弦を押さえて、人差し指で3,2,1弦を押さえています。4弦5弦は中指でミュートをしていますね。まずこれを右手を浮かせた状態で4弦3弦2弦を弾きで押さえる。
ここのハーモニクスですが、そこまでがっつり鳴らさなくてもいいと思います。普通に左手をミュートの状態にしたら、ここは12フレットハーモニクスポイントなので、ブラッシングをすると自然とハーモニクス音が鳴るんですよね。こういう感じで。この自然に鳴ってるぐらいの感じでいいと思います。これを弾いたら、6弦だけスライドダウンをしていき、開放弦を、ボン。このボンはスタッカートですね。短く音を切っていきましょう。左手で止めていますね。そしたらブラッシングを着火。このブラッシングの部分はですね、やや跳ねます。気持ちアップを遅めで当てていきましょう。次はハンマリングを使ってこう弾きます。最初の部分はですね、Eマイナーのローコード。これの分解ですね。次は5フレットまで上がってこう。ここはですね、Eマイナーではなく Aマイナーに変わっていますね。このポジションの Aマイナー。これのコード分解を使っています。次のコードが G なのですが、G に行く前に一瞬 Aマイナーのコードをパッシングコードのように入れたものだと僕は解釈をしています。この音は最後スライドダウンをして、下がったら次は、G の音を親指で半音下からスライド。ここまでまず弾いてみます。それではですね、次行きましょう。ここからはですね、2つのリズムを使い分けて弾いています。まず16分音符で跳ねずに弾くリズム、イーブンの16分音符ですね。そして跳ねて弾くリズム、この2つの切り替えが非常に重要になってきます。僕はこういう風に跳ねずに弾くイーブンの時はダウンピッキングだけで、跳ねる時はオルタネートピッキングという風に右手の弾き方で区別をしています。譜面上では16分音符で書いてあるところは跳ねない、3連でこういう風に書いてあるところは跳ねるという表記分けをしております。このあたりが大変ややこしい部分ですが、この曲の深みを出していく大切な部分ですね。メトロノームをこの曲のテンポ67で鳴らして、この2つを弾き分ける練習をしてみてください。そしてこの時にですね、ピッキングの力加減も要注意。弦にあまり強く当てない感じがいいですね。ピックを柔らかく持って当てています。当てた時に弦に負けるぐらいの力加減ですね。この曲のニュアンスでは、このピッキングの力加減も重要になってきます。それでは次いきます。一度弾いてみます。この3小節間やっていきましょう。まずは G のコードの部分ですね。半音下からスライドで入ります。でここからはですね、こういう風に親指を使ってルートを押さえるシチュエーションが多いですね。シェイクハンドタイプで親指スライドで入るんですが、これ慣れないと結構痛いんですよね。フレットにめっちゃぶつかります。なので指痛いの嫌だなっていう場合はスライドは入れずに弾いてもいいと思います。で6弦を弾いたら、こういう風に1弦トリルして3弦に戻ります。この1弦トリルの部分にややアクセント、他の部分は優しく弾いていきましょう。ここはですね、こういう形の G アドナインスですね。メジャーサードを抜いてるので G サス2とも言いますが、これを細かく分解して弾いてると思ってください。そしたら次はこういう動き、これがまたかっこいいですよね。オルタネートピッキングで跳ねて弾きます。ターンタンカタンカターカ、最初のハンマリングを少しアクセント気味に、その後は優しいニュアンスで弾いていきます。特に最後の1音、ここのルートに戻った部分はゴーストノート、ほとんど鳴っていないような音ですね。まるで幽霊のように存在しているかいないかわからない音、ゴーストノートです。なので左手ここほとんど押さえてない感じですね。で即 Aマイナーに移動します。今のフレーズはですね、 G の制覇のこの形とサス4のこの形、これをそれぞれ分解してフレーズを作っていると思ってください。最初の部分を合わせるとこういうシェイクハンドタイプの G アドラインス、これをイメージすると分かりやすいと思います。ここからナインスに行くトリルや中指メジャーサードを抜いて開放弦にしたり、サス4に行ったりという動きですね。このあたりはですね、いろいろ自由に弾いてみると発見があると思います。次は Aマイナーに素早く行って、
こう弾きます。いかにもジミヘンっぽいブルース色強いサウンドですね。非常にかっこいい。親指で A に行ったら、これをまず短く切ります。音をここでピタッと止めることで空間をしっかり使う感じですね。そしたらこう弾きます。まず全部ピッキングで弾いたら、少しアクセント気味のハンマリングから4弦は素早いハンマリング。ここはですね、ハンマリング後ももう一度ピッキングするので要注意です。この次ですね、5弦も同じようにダブルストップのハンマリングをしたら、で6弦スライドグイーンと弾きます。ここのスライドはですね、親指で行うと痛くてしんどいので中指でグンとやっています。で6弦解放 E、 こういう風にいきます。ここは A マイナーのコードとこれに沿ったペンタトニックで動いています。この A マイナーを弾いて、その周りのペンタトニック、これめちゃくちゃ使いやすい上にかっこいいですよね。ぜひ動きを覚えましょう。特に今回のフレーズのようにハンマリングを使ったダブルストップで下がっていく動き、ブルースなどでも多いですが、最近のシティポップやネオソウルなどおしゃれ系の曲でもよく使われるテクニックですね。 A マイナーを弾いて小指と薬指を使ってペンタトニックに沿ってトリルを入れる。この動きを覚えておくと非常に便利ですね。ギターの美味しいサウンドを前面に出したコードワークですね。次は E マイナー7。ここは最初の開放弦は切らずに伸ばして E の音を鳴らしっぱなしで弾いています。開放弦 E の音に包まれているような広がりのある音になりますね。まず E マイナーの形を押さえて小指トリル、ここが少しアクセントですね。中指と小指のハンマリングは結構指がもつれやすいのでしっかり練習していきましょう。こういう風にコードをばらしてピッキングで弾いていきます。で次はこういうフレーズ、ダウンピッキングの優しめなニュアンスで弾いていきましょう。途中素早いハンマリングが入るのが大変美味しいですね。ここですね、ここ忘れないように気をつけていきましょう。ここの Em7 のフレーズはすべて E マイナーのペンタトニックに沿って動いています。7フレットからスタートする、このブロックですね。このチャンネルではペンタトニックセカンドポジションとこれを呼んでいます。 Em7 を押さえた状態でこういう風に小指と薬指でペンタに沿って動く練習をしてみてください。この動きも先ほどの A マイナーの動きと同様めっちゃくちゃ使えます。ドラクエ5に登場するこいつぐらい使えますね。ぜひ動きを練習して覚えてみてください。それではここのセクションもう一度弾いてみます。という感じでここまでが前半のパートですね。いや、エレキギターって本当に奥が深いですよね。エレキって結構激しめなサウンドが目立つので荒々しい楽器だと思われがちですが、実はこんなに繊細で美しい楽器なんですよね。そういうのを感じさせてくれる曲ですね。後半もこんな感じでフレーズを解説しながらフレーズの仕組みも分析をしていきますので、ぜひ最後まで楽しんでいただき、こういう美しいコードワークを身につけていってくださいませ。それでは今回も気合を入れてやっていきましょう。はい、セクション3いきます。はい、ここまでいきましょう。まず B マイナーの部分いきます。親指で B を押さえたら4弦中指でこう押さえています。でこう弾きます。この2つの音はですね、できれば両方とも伸ばしていきましょう。で1弦は薬指小指でこう弾いています。ここは跳ねてない部分なんですが、ニュアンス的にオルタネートの方がハマる気がするのでこういう風に弾いています。この押さえ方きついなという場合は4弦を薬指で押さえて小指で1弦横移動、これもありだと思います。次は小指ハンマリングを入れ
ここの B マイナーの部分もですね、1弦2弦はペンタトニックですね。さらにこれにナインスの音を追加して弾いています。このナインスの音はですね、キーのスケールである G メジャースケールの外の音なので、やや浮遊感があって、これがまた心地いいですよね。ちなみにここの4弦の音はですね、ゴーストの音ですね、ごく小さめに弾いていきましょう。で、この B マイナーのフレーズを弾いたら半音下 B フラットに行きます。ミュートを入れてこう弾きましょう。ちなみにこれは B フラットのこの形ですね、この正波の形を省略した形だと思ってください。次の A マイナーに行くためのパッシングコード的な使い方ですね。次行きましょう。ここの音使いがまた最高に美しいですよね。ダブルストップでスケールを加工していく動きが流れるように美しい。親指で A を押さえたらこう弾きます。この音はですね、短く切っていきましょう。ここも無音の空間を作る感じですね。そしたらこう弾きます。ここが最高ですよね。最初の音はですね、この B の音と C の音が半音でぶつかっていて、この緊張感のある音から加工していき、クリアな音になる。次もですね、 F と G という緊張感のある音を一瞬入れる。で、最後はこうという感じで、狭い音程で音がぶつかることにより、濁りの強い音を挟みながら弾くのが非常に美しいです。こういう風に指を開かないといけないフレーズを弾くときは、握っていた親指をグッと下に下げて、手首を下から回り込ませる持ち方に変えて弾いていきましょう。もしストレッチきつい方はですね、2弦の開放弦を使ってこう弾いてもいいと思います。こういう感じですね。ここは A のナチュラルマイナーを使って弾いています。これですね。このスケールと A マイナーのコードを合体させてダブルストップを作っていっています。先ほどまでのペンタトニックよりは使いづらいですが、ここぞという場面で使っていくと大変かっこいいですね。で、このフレーズ最後はですね、中指でグイーンとスライドしたらスライドアウト。ここもですね、親指で行うと非常に痛いので、中指とかを使った方がいいです。それではここのセクションもう一度弾いてみます。はい、それではいよいよ最後のセクションですね。一度弾いてみます。まず G アドナインスのこの形から中指を取ります。これによってメジャーサードがなくなり、 G のサス2になります。このコードを使ってこう弾きます。スライドをして戻ります。ここは一瞬 A サス2の形に入りますが、 A の音はナインス、 E の音はシックスの音なので、両方とも G のコード上と解釈して問題ありません。これもしですね、中指でメジャーサードを押さえてしまったら、ここだけ C シャープの音が入ってしまうので完全に A のコードになるんですが、あえてメジャーサードを抜いているので G のコード上での動きが成り立っていますね。で、ここのですね、6弦のボンって入れる音ですね、これ忘れやすいので気をつけていきましょう。そしたらまた横移動して F サス2に行きます。最初のスライド移動の音は若干アクセント、その後の部分はそっと優しくピッキングをしていきましょう。次行きます。2拍子になる部分ですね。ここだけ2拍で小節が終わり、次に進んでいきます。こういうフレーズですね。ここ本当はですね、こういう風に薬指ハンマリングで入って、4弦3弦を中指でこう押さえて、で、プリング、こういう動きが正しいと思いますが、これだと綺麗に音を鳴らすのが非常にしんどいので、僕は今回小指ハンマリングから入ってこういう風に弾いています。ここのポイントは最後で跳ねる、イーブンで弾いていき、プリングから跳ねる、この切り替えを大事に弾きましょう。これは C6 のコードからナインスを小指に、こういう音使いですね。
しかしこれはこれで小指ハンマリングあるしで、指の動きこれもしんどいですよね。他にもこう薬指ハンマリングからスタートして、こういう形で押さえ、最後に A マイナーの形に持ち替えて、こういう風に弾いてもいいと思います。どっちにしろほんとここ左手きついですよね。次で最後ですね。まず小指で押さえてた5弦を人差し指に変えてグッとスライドイン。そしたらパワーコードのような形を作ってこう弾きます。ここはですね、先ほどの部分の続きでしっかり跳ねていきましょう。そして優しいニュアンスで弾いていきます。で、人差し指を7フレットにささっと瞬間移動でハンマリング。ここは少しアクセント気味で弾きましょう。そしてここイーブンですね。で、サス4小指で行ってから、こういう風に最後はメジャーサードに落ち着きます。ここはですね、5弦の動きで D サス4 D メジャーというコードの動きを作っています。そして D メジャーペンタトニックにサス4を入れた動きですね。この動きにサス4を入れています。この5弦の制覇コードメジャーの形から、こちらの部分に人差し指を持っていき、ここにペンタトニックがあると覚えておいてください。これもですね、覚えるとめちゃくちゃ使います。このフレーズを終えたら先ほどと同じですね、 E マイナーのこのコード、これを4拍目裏で1、2、3、4ジャンと弾き、6弦解放で終わりです。はい、これでですね、リトルウィング伝説のイントロの完成ですね。では最後にこのセクションもう一度弾いてみます。それでは最後にですね、この曲のタブ付きのデモ演奏をやってみたいと思います。練習にご活用ください。いきます。という感じで今回の曲はいかがでしたでしょうか。非常にためになる曲でしたよね。この曲のコード分解の弾き方の発想を他のいろいろなコードで試していくことで、今までには思いもよらなかった様々なコードワークのパターンが生まれてびっくりすると思います。あなたのギターバッキングのスキルをさらに上のステージへ押し上げていってくれること間違いなしです。今回はイントロの部分の解説でしたが、この続きのバッキングもですね、半端なくかっこいいので、またぜひ取り上げたいと思います。皆様お見逃しのないようにチャンネル登録を済まして、次回の動画を楽しみにお待ちくださいませ。また今回の動画が楽しかった、役に立ったという方はグッドボタンで応援していただけると大変励みになります。 Twitter 等の SNS はですね、概要欄にリンクの方貼っておりますので、興味ありましたらフォローをよろしくお願いします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。